あ、ここで使わないのはあれだ、素人だ。ベテランは使う。うわお。あ、死んだ死んだ、やばい、死ぬ死ぬ、助けてくれ。うわうわ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、桜鬼神でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターライズやっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、緊急がね、来てますけど、今回はね、まあ、最後の星さんのクエストを埋めていこうかなと思います。星4だっけ星3だっけちょっと忘れてしまったが、はい、埋めていこうかなと思います。では、一応ね、ストーリーは見ていきましょう。鬼神さん、いよいよですね、オンコリュマガイマガダの狩猟を緊急クエストで受けたまわっておりますと。おお。百竜夜子の方は我ら里森がお相手します。あなた様のいる場所や一歩たりとも投資はいたしません。お、頼みます。立ち向かうモンスターも場所も違いますが、我らカムラの里の家族、心はいつも共にあります。おお。などと私らしくもなく真面目なことばかりしゃぶっていましたら、すっかりお腹がすいいですね、そういうのいいよ、好きよ。はい、帰ったらみんなで一緒にうさ団子を食べましょうね。うふふふふふふ。はい、ということで、そうですね、緊急クエストちょっとチラッと見てみよう。チラッと、おーおー、チラッと悪逆無道と、おー、良さそうだな、楽しそうだな。はい、だが今回は、まあ、最後のね、このクエストを埋めて、まがいまがとに挑もうかなということで、行きましょう。飛びかがち。お、祝福の花束、勲章を獲得しました。ちょっと見ていいですか。ちょっと見ていいですか。これは何の勲章でしょう。多くのサイドクエストをクリアした証、たくさんの人が感謝を込める。あー、はい。なるほど。いいですね。でね、一応ね、この、生物名誉メダルとか、なんか、いろいろ、そういう集める系のやつは、まあ結構集まってるのかな。はい。初期帳も全部クリアしましたし、みたいな感じで。あ、ここがね、金メダルがあるんですけど、上位に行ったら、まあ即クリアできるかなっていうことで、はい。まあテントウムシがね、上位になると、なんか黄金に輝くようなのでね。それを撮影してクリアみたいな感じになるのかな。はい。まあ、それ以外は全部一応回ってきた。はい。いや、大変だったよ、これも。大社後の狐が全然出ねえっていうね。もうすごい、もう、ツアーのクエストずっと入り浸ってたもん。はい。ということで、まあ、飯食ってね、行きましょうか。いや、まがいまがどでもないのになんかいい感じの雰囲気出してるよね。やっぱストーリーは偉大だわ。どうしようかな。収穫か。指導術にして、もうちょっとで20なんだよな。うん。指導術発動したね。今のお供は19か。もうちょいだな。あと1で。あと1で、あれだ、クリアできる。クリアというか、スキルが全開放される。よし、じゃあ行こう。お。おーおーおーおお、わわわ、早い。あ、かわいい、かわいい。さすがかわいいわ。おお、こいつ水没林なんだね。かける雷影飛びかがち。はい、こいつ水没林なんだね。なんかさ、もうちょっと乾いてるイメージあったから、うん、なんだっけ。お、毒。おお、毒か。毒効くんだっけ。なんか、レイギエナ毒効くのは覚えてんだけど、あ、こっちから行くか。よいしょ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 い。こっちの方が近そうだな。てか、真ん前に出るわ。もうね、ここはね、いいよ。で、ここの横道にね、この手記帳があるんで、これ見逃しがちなんだけど、やっと見つけたっていうね。
あの、すげえ、どこだ、ない、ない、ないって言ったら、マップの外にあったっていうね、周期帳が。はい。なので、皆さんもね、頑張って見つけてみてください。はい。で、いきなり毒にしていこうかな。毒。2発か。2発で毒になるが。さて。あ、いた！え、マジか。おぉ、痛いですね。これは回復薬を使わされるか。よいしょ。早いな。この骨格ね。よいしょ。ウォッチ。危ない。で、噛みついてこないな。噛みついてこないな。誰狙ってんだ。よし。なんか殴りやすいか。なんかあのアイスボーンの時より殴りやすい気がする。ジャグラスもいるし、こう新大陸か、ここは。ここは新大陸か。おい、よし、 V 破壊。よっ、俺いけんじゃない、いけんじゃない。あ、ちょっと当たった。当たった。マジか、いけるな。でもこれ旧大陸だよね。水物林だもんね。というかがち、何渡ってきた、もしかして何、あの、調査団が招き入れたが、あの、毛が付着していて、そこからなんか DNA 的な感じでちょっと復活してみたいな、そういう感じ。卵とか持ってっちゃった。そういうなんか変な話は、陰謀論みたいな話は置いといて。よし。あ、母さんね。あの、そういえば手裏剣ゲットしたんだよね。だって、ダッシュブレイカーでこれ決めてあげて、ここ、うわ、うわ、あ、マジで。あ、そういう系、ちょっと待って。そういう系か。あ、なんとかアカネがいる。えい。さて、戦おうか。どこに行くんだ。お、あ、ビシテンゴさんいるね。お、さすがに、ランクはビシテンゴより上か。なるほど。結構格上がったね。あの、格さ、下がる傾向にあるじゃん、モンハンって。バッチ。はい。あ、やばい。やばい。マジか。あ、失敗した。失敗した。マジか。失敗したわ。いたん、しずぎな。あ、白い。白いぞ。へぇあ、あんまり動かなくなったね。あ、やばい。やばい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 。回復しよう。あー、このトゲ飛ばしてくんの初？あれ、こんなトゲ飛んでたっけ？飛んでないよね。新技か？新技披露してくれてんのか。じゃあ、で、いけるかな。あ、疲労してるからいけますね。乗れましたね。ちょっと研ぐか。おお。よいしょ、オッケー。さて、こいつの攻撃は？まず普通の弱攻撃。で、強攻撃。はい、なるほど。で、後ろ弱攻撃。で、後ろ強攻撃。なるほど。OK です。じゃあ行きましょうか。どこにぶつけようかな。ここら辺行けるかな？これ狙ってみる。あ、お、あ、行けた行けた行けた。で、ドン、OK。これはもう、鉄柱主義でいいよね。よいしょ。
で、溜めて、もう一回。で、横。おーいし。なんかちょくちょく削っていくんな。痛えな、これ。次食らったら死ぬぞ、俺。回復薬、使いたくねえな。使いたくないが。まあ、ここで使わないのはあれだ。素人だ。ベテランは使う。よし。行くぞ。さて、来ました。どうでしょう。よいしょ。これいけんじゃないか。これいけるよな。いけました。尻尾も柔らかい。知っているぞ。今の何？投げ技？もしかして。ここもいけるね。ここいけるね。いけたね。オッケー。一撃しか当たらなかったけど。ちょっと見えない竜巻で。おい、よいしょ、オッケー。これは、こうで伸びて、これで、これで、こうして、ドン、オッケー。うわお。あ、死んだ、死んだ。やばい、死ぬ、死ぬ、助けてくれ。うわ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 危ねえ。強くないっすか強くないっすか。マジか。なんか思ってたより強いな。ダッシュブレーカー当てに行く。ちょっとビビって曲がったわ。よいしょ。でここからためていって、このスムーズなためな。これ回転、これ知ってる。えい。力貸して、頼むよ。痛い、マジで痛い、すごい痛いすごい痛い。回転が来る。回転来たらここはね、大技の後はドン、オッケー。これは回転入れていって、ホームランからの、どこ打ってんだお前どこ打ってんだ。よいしょ、よい、オッケー。これ避けらんねえな。あ、またピヨった。待って、ナイスナイスオッケーナイス、今のは良かった。うわあとどめが、とどめ取られること多いなマジか。なんかちょっとデザインもね、デザインもなんか水没林寄りになってるのが、ちょっと毛並みが濡れた感じになってるよ。濡れたっていうか、ちょっと湿ってる毛並みが湿ってる感じになってる。なんかもうちょっとね、新大陸のやつは乾いてたと思うんだよね。飯とかによってこういや関係ないと思うけど、もう設定的にそうだと思いたい。飯とかによってこの毛並みがちょっと変わるっていうそういう要素欲しいな。あれ、じゃあハンマーさすがにないかな。なんか雷属性ハンマーなかったような気がすんな。あったっけ。多分ないっすね。見落としてないよね。ないな、やっぱハンマーはないか。ということで防具見ていきましょうか。ハガチ。デザインは、こう、任天堂っぽくなってる。まあ、デザインそんなに変わんないか。尻尾ってあったっけ？ジャンプ、鉄人、見切り体術、雷属性強化と。おう。なるほど。ジャンプの鉄人。これは初か？どれだろう。お。頭か。ジャンプ中に攻撃を受けてものけぞらなくなる。いいですね。あんまり使わないけど。はい。え、でもこれってさ、鉄柱主義のあのインパクトクレーターの時、適用されないかな？されたらすごい強いよね。あ、見切りか。上位互換。来ちゃった。回復速度か。いいや、作っちゃおう。ついに防具を。よし、作った。で、体術か。見切り体術になるのか。今、気絶体制だもんね。
これは気絶耐性かな、どうよ、青くなったわちょっと原型とどめなくなってきてるけど、はい、ということでね、今回こんな感じで終わろうかなと思います。はい、いや今回ね良かったわ、あの緊急行かないでこっち来て良かったわ、あの動画作れたんで、まあこれでねまたちょっとランクアップしたんじゃないかなっていうことで、はい、良かったですね。でまあこのねちょっとカガチそんな叩けなかったんだけど、うまくね、どうだろう、次回のマガイバガドどうなるんでしょうはい、まあということでね、まあ次回ね、お楽しみにということで、今回ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、励みになるんで、よろしくお願いします。で、コメントとかリクエストもね、受け付けてますんで、ぜひね、よろしくお願いします。で、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。